皆様お久しぶりです。っていうか今日はね、この1週間なぜ全くツイッターの更新、 YouTube、TikTok なかったかについてご説明します。決してやめたわけじゃないので、まあ、そこの方はね、心配をしてくれた方が非常にね、ファンの方で DM をいただいてね、ご心配おかけしました。実は僕、山口さんですね、ニューヨークでございます。新型コロナウイルスにかかりました。でね、言わせてもらうんですけどね、27日に僕のね、誕生日があってですね、おいで、で、ご飯を食べに行って、その後にね、岡崎の知り合いの方とご飯に行ったんですよ。で、その帰りだったかな、もしかしたらそこでコロナに感染したかもしれなくてね、それで深夜何回も寝つけがねつかなくてね、起きたり寝たりと、なんかいつもと気分おかしいなと思って、おいで月曜日の時はもう会社に連絡しまして、で病院に行ったらですね、まあもちろん最初は夏風邪かなと思って、まあじゃあ PCR 検査を受けてみますって言って PCR 検査を受けてみたら陽性でした。なのでね、もうほんとこの1週間動画を休んだ時期はもうしんどくて、とにかくまずコロナのやばいところは熱が非常に多かった。で1日目39度1分 で2日目は38度8分ぐらいだったからだったんですよ。俺がね、熱がねもう3日4日と続いて、で金曜日、昨日ですね、撮影日は9月の2日に撮っているんですけどもね、まあ本当にやばかったです。なのでね、それで僕はTwitter、YouTube の更新取れませんでした。てか出せませんでした。もうまずね、起き上がることがしんどくて、とにかくほいでもう吐き気はする、寒気はする、で頭は痛い、熱は下がらない、食欲に目がつかなかったね。でとにかくちょっと食欲やばかったのは1日2日らへんだったかな。あ、でも3日目もちょっとやばかったかもしれない。4日、5日からはねちゃんと食事取れました。ほいで、一番やばかったのがね、やばかったというかしんどかったのがやっぱり、5日間隔離生活だから、もう外出れないんですよ。それが本当に非常に辛かった。かなっていうふうには思います。今日2日、久しぶりに外で出てみようと思ってね、久々に外出てきました。だけどまあ、未だにまだ芽生えはね、だけがちょっと残ってて、それはやっぱり後遺症かなというふうには。まあ喉とかは全然痛くないんであれです。なので、ね、期間中皆様にはねちょっとコロナが感染してしまって全く更新ありませんでした。すいませんでした。というわけでね、また明日から YouTube 再開したいと思いますので、この動画が上がる時には仕事を始めてる時かな、もう会社に行ってる、来始めたところからと思うんですけど、これからも頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。もちろん YouTube、TikTok でレッスンの練習、そして芸能学校頑張る、仕事を頑張る、この5つですね。というわけで今日はこれだけの動画です。それではまたお会いしましょう。さよなら。